わっさー。はい、どうも、琵琶湖バス釣りガイド、ニックネームなすびです。よろしくお願いいたします。本日は9月の6日金曜日なんですけど、なすびガイドレポ、まあ、普段 YouTube で日々のガイドをしている日を、このなすび TV でいつも話していると思うんですけど、まあ、9月の2日までなすびガイドやっておりまして、台風明けてからで9月3日、4日、5日、昨日まで、どうしていたかと言いますと、ナスビガイド亭、ナスキーター、スキーターがスキーターというパスポートに乗っているんですけど、この度エンジンを乗せ替えまして、マーキュリー車の、C プロっていう、モデル250馬力の C プロに乗せ替えました。はい、その作業を、9月3日4日ウエストマリナ、僕の駐停しているマリナ、ウエストマリナオリーブさんで、乗せ替えていただいて、で昨日は、鳴らし運転だったりとか、まあ、エンジンの、ペラ、エンジンのプロペラですね、ペラチェックとか、セッティングとかを合わせていたりとかと、そういう作業を行っておりました。で、本日ナスビガイド9月6日なんですけど、ときめきバスクラブの西谷さんに遊びに来ていただきました。西谷さん、いつもありがとうございます。琵琶湖では、琵琶湖ではというか、かなり有名な、カリスマな西谷さん、なんですけど、僕の船にも定期的に遊びに来ていただいてとても感謝しております。で西谷さん、本日は7時集合で、まあ、13時までに帰りたい、みたいな感じでしたので、結構煮詰めていきました。で、南湖北湖、まあ、どちらも気になるところなんですけど、まあ、北のエリアで入りまして、キングエア13インチ、そしてカバースキャット、これをメインで、今日はやっていきました。でひたすら沈み物を、まあ、狙っていくような、展開なんですけど、なかなか、簡単には食ってくれなくて、食ってくれるときはね、簡単に魚触れるんですけど、まあ、どうもタイミングだったりとか、まあ、エリア選択がちょっと今シビアなのかなと思いながらも、で、ディープの沈み物エリアをキンク13とカバースキャットで狙っていったんですけど、まあ、全然ダメだったので、ウィードエリアに切り替えてカバースキャットをメインでやっていたんですけど、どうも魚が食わなくて、ミドスト久しぶりに投げました。ミドスト、坂本シャット4インチの 1.8g の、まあ、ミドストじゃないミドスト、これをねやっていただくと、西谷さんに、ちょっとねサイズがちっちゃかったんですけど、魚が触れて、でこの傾向はちょっとね僕の中で秋っぽくなったかなという風な印象がありまして、こういうの数釣りしていくとでかいの混ざったりとか、ちょっとねウィード、まあ、水位が下がり、まあ、ウィードが伸びていることによって、まあ、秋っぽい、まあ、ちょっとミドルレンジからシャローレンジのミドストの釣りが、まあ、大体10月11月ぐらいもね結構釣れる釣りなんですけど、そういうのがねちょっと良くなってくるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、ミドストだったりとか、まあ、ネコリグとか、まあ、ちょっとねライトリグよりが若干強いタイミングなのかなというふうにはちょっと個人的には思っておりまして、でもなおかつキンク13だったりとか、まあ、ちょっと琵琶湖っぽいストロングな釣りも視野には入れてやっていきたいのと思ってますので、今回西谷さんはやっぱいろんな方のガイドさんにも乗られておりますし、まあ、普段も琵琶湖にたくさん出られている方なので、ナスビガイドならではの釣り方をちょっとご提案させていただいたんですけど、まあ1日がもうあっという間に過ぎるぐらいちょっとお話もさせていただきまして、今1日というか、まあ、半日ぐらいですけどやったのは、西谷さんいつもありがとうございます。本日もありがとうございました。そんな感じで、9月の6日の金曜日のナスビガイドでした。まあ、明日からまたガイドレンチャーですので、ゲストの皆様よろしくお願いいたします。明日は、G さんご一行様で、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでナスビガイド、日々古城に出ているんですけど、まあ、8月先月は、まあ、ニューヨークに行ったりとか、まあ、台風で流れたりとか、まあ、ほとんど あんまりガイド出なかった印象だったんですけど、9月からバリバリとナスビガイドやっていきます。でナスビガイド、直近ではね今10月の29日の火曜日が、現在空いている状態 で11月以降もまあ空いておりますので、9月はありがたいことに全てご予約いただきまして、まあ直近は今話した通りですので、下の概要欄からナスビガイドご予約していただけるととても嬉しいです。募集日とか載せておりますのでお願いします。
ということで、皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。